ゆっくりしていってね。ついにミディ CV ゲートコンバーター初号機が完成したよ。事前テストも完了したので、これから立ち合い試験を行うよ。今の状態なんだけど、シンセはベリンガー2600で、CV はボルトパーオクターブ、ゲートは鍵盤オーストーン、ゲート電圧は 12V だよ。では、鍵盤を弾いて音を出します。はい、合格です。次は CV の出力電圧をヘルツパーボルトに切り替えます。音程がむちゃくちゃになります。切り替わったことだけは確認できました。実際の音程は後でコルグで確認します。はい、ちゃんと正しい音程に戻りました。次はゲート信号の論理を逆にしてみます。今までは鍵盤を押すと音が出ていましたが、今度は鍵盤を離すと音が出るようになります。元に戻します。はい、元に戻りました。次はゲート信号の電圧を変えてみます。現在は 12V です。正常に音が出ますね。次は 5V に変更します。信号を認識できなくなるので音が出なくなります。はい、合格です。次はシンセオコルグの MS10 に切り替えました。MS10 は CV 信号はヘルツパーボルトで、ゲート信号は先ほどと逆で鍵盤を押すとオフになります。現在 CV 方式がまだボルトパーオクターブなので音程が変です。では、ヘルツパーボルト方式に切り替えます。はい、合格です。次は鍵盤を押すとゲート信号がオンになるように切り替えます。コルグは鍵盤を離すと音が出るようになります。問題ないようですね。元に戻します。戻りましたね。問題ないようです。次はコルグの使用外なのですが、ゲート電圧を 12V にしてみます。これでも正常に動作します。正常ですね。ちなみに LED が明るいのは電源をゲート信号から取ってるからです。まあこれは後で気がついたのですが。では最後に、実際に自動演奏させて色々スイッチを切り替えてみます。この辺りの CV 電圧は両方式とも似てます。音程が高くなると、こんな感じで音痴になります。戻します。次はゲート信号の論理を逆にします。むちゃくちゃになります。見事なまでに無茶苦茶です。元に戻します。正常に戻りました。次はベリンガーで確認します。CV をヘルツパーボルトに変更。あまり変わってませんが、1V から2V の間は両方式ともに値がよく似ています。2V を超えたあたりから急激に合わなくなります。次はゲート信号の電圧を 5V に変えてみます。ゲート信号を認識できなくなり音が出なくなります。音は出なくなりました。ただし LED は点滅しているので信号は出ています。元に戻すと音が出ました。まだやるのかよ。しつこいな。外観はこんな感じです。なんだか端子台だらけです。
これは後で増設しやすいようにと思ったのですが、邪魔な気もします。裏側はこんな感じです。一部の銅箔が剥離してジャンパー線で繋ぎました。端子台のネジを締める時とか、力がかかる部分はもう少し大きなパターンの方が良かったです。今後はユニットを増産してスルー接続し、多チャンネル化を目指します。ということで、ここまでのご視聴、ありがとうございました。